キムスヒョンの来日が決定した。本日、2日、キムスヒョンの日本公式 X、旧ツイッターを通じて、2024キム SOO ヒュンアジアツアーインジャパン、アイズオンユーの開催が発表された。同イベントは、6月22日と23日にピアーリーナミリメートルにて開催される。彼は最近、韓国で放送が終了したドラマ、 涙の女王に出演し、テクヒョヌ役を通じて世界中の視聴者を魅了した。今回の作品で約10年ぶりの OST、挿入歌、歌唱にも参加するなど、話題を集めた。特に、最終回の視聴率は、愛の不時着、を抑えて TBN ドラマ視聴率歴代1位を獲得。5月4日と5日には、 韓国でスペシャル番組の放送も決定しており、ドラマの人気を感じさせる。今回のイベント発表にファンたちは、絶対に行きたいです。大阪にも来てほしい、嬉しすぎる、などの反応を見せている。キムスヒョンの来日が決定した。本日、2日、キムスヒョンの日本公式 X、旧ツイッターを通じて、 2024キム・エスオー・ヒュン・アジア・ツアー・イン・ジャパンアイズ・オン・ユーの開催が発表された。同イベントは、6月22日と23日にピア・ーリーナ・ミリメートルにて開催される。彼は最近、韓国で放送が終了したドラマ、涙の女王に出演し、ペクヒョヌ役を通じて世界中の視聴者を魅了した。今回の作品で約10年ぶりの OST。 挿入歌、歌唱にも参加するなど、話題を集めた。特に、最終回の視聴率は、愛の不時着、を抑えて TBN ドラマ視聴率歴代1位を獲得。5月4日と5日には、韓国でスペシャル番組の放送も決定しており、ドラマの人気を感じさせる。今回のイベント発表にファンたちは、絶対に行きたいです。大阪にも来てほしい。 嬉しすぎるなどの反応を見せている。